今日はですね、ソロキャンプに来てます。本当はですね、今回もファミリーキャンプをするつもりだったんですけども、キャラメルちゃんがですね、熱を出してしまったので、急遽ソロキャンプということになりました。ミニーちゃんとかもかなり来たがってたんですけども、まあちょっと一人で、設営して撮影して世話してっていうのはちょっと難しいなと思って、今回はですね一人でやってます。まあ今日はですね、このテーブル1個で済ましちゃおうという感じです。で、これがですね、新しく買ったタープと、あとこれが DOD のポールですね。前の方にですね、ポールが2本、後ろが1本とか2本とかっていう感じで、また、こっちが高くて向こうが低いっていう風にすれば、もっとこう開放感はあるかもしれないですけどね。まあ、そんな感じかな。まあ、ちょっとソロでするのをですね、全然何も考えてなかったので、まあ、完全にノープランな感じなんですが、まあまあね、これはこれでゆっくり楽しめるということで行ってみましょうか。今回はですね、どうしても一人なので、すごく簡単なものでお惣菜を結構用意してます。これとあとお肉とソーセージという感じなんですけども、まあ、完全につまみですね。これは今日はちょっと珍しくカルパッチョ。これまたね、珍しくね、野菜なんですよ今日。野菜好きじゃないんですけどね、あんまり。さあ、これは美味しそうなソース。これはちょっとソースが美味しそうですね。今何時だろう、4時半か。まあ4時半なんですが、まあ、早くもね、ちょっと一杯やっちゃいましょう。今日もね、できればみんなで来たかったですけどね。じゃあ、いただきます。いただきます。あ、美味しい。なんか前回の動画で僕一人だったらタープいらないっていうお話したんですけども、実際これ初めて使ったんですけどね、タープ。いや、初めて使った感じで言うと、なんか結構目隠しにもなるし、なんか秘密基地みたいな感じが出ていいですね。あとですね、これちょっと初めての試みではあるんですけども、兵庫県あたりに遠征しようかなと思ってます。撮影を兼ねてですね、新しいところに行ってみたいということで、どっかね、兵庫県のキャンプ場で、キャンプができればなと思ってます。で、特にですね、イベントとかも考えてるわけでもなく、もう本当に、僕がいつも出してる動画みたいな感じで、まったりキャンプができればなというふうに思ってるので、キャンプにですね、全然詳しい方じゃなくても、一緒にまったり楽しめる方と、キャンプがしたいなと思ってます。コメントいただいてもいいですし、メッセージとかツイッターの方にですね、ご連絡いただければと思ってますので、一緒にやってもいいよという方いらっしゃいましたら、ぜひご連絡ください。やっぱ新しいところでやってみたいですよね。今日はですね、ちょっとおつまみにソーセージを買ってきました。で、ソーセージ買ってきたんで、これのね、味付けなんですが、やっぱりね、ここはこれ、クロスのスパイス、これでね、味付けをしてみましょう。じゃあここにですね、クロスのスパイスいってみましょうか。うわ、美味しそう。
うん、間違いない感じですね。バーベキューで子供ってね、ソーセージ大好きじゃないですか。ソーセージ大好きなんですけど、大人からしてもだんだんね、脂っこいもんって食べれなくなってくるじゃないですか。で、脂っぽいもの食べれなくなってきて、このソーセージがね、なんかね、最近えらい美味しいんですよね。今ですね、あのツイッターでお話をしてて、カッティングステッカーのですね、サンプルを1回アップしたんですけども、欲しいと言ってくださる方がいたので、やっぱりこれはね、ちょっと楽しみですよね。次回のプレゼント企画は、ちょっとチャンネルは違うんですけども、まあコラボ企画みたいな感じになるんですかね。かの力っていうチャンネルと、あともう一つのチャンネルが、協力して一つのプレゼント企画を作り上げるっていうような感じになると思います。僕自身がですね、インターネットを多分1999年、あの2000年問題があった時にもうすでにやってたんで、1999年か8年か、どっちかからスタートしたんですけども、いろんなね、サイトとかサービスとかが出ては消えていって、出ては消えていってっていうのを繰り返してるんですけども、普段生活してる県外の方と知り合えて、自分をね、こう高めてくれるというか、まだやったことのないことにですね、挑戦させてもらえるっていうのは、やっぱり YouTube っていうのはすごくいいサービスだなと思ってます。こうやってですね、いろんな方にあの協力していただいたりとか、あのいろんな方に見ていただいたりとかっていうことがあるので、いつかこう、まあ、大規模じゃなくてもいいんですけども、オフ会みたいなやつもやってみたいですよね。今ですね、キャンプの模様を動画で撮ろうと思ったんですけども、もう本当に黒なので、黒すぎて全然見えないですね。これがちょっと動画としてはどうなんだろう。だいぶ暗いですよね。今ですね、ランタンがついてて、それとは別に、あ、ガスランタンですね、ガスランタンがついてて、それとは別に白いライト、これが2つついてると思うんですけども、この2つ、まだね、電池を交換したことないんですよ。100均のランタン対決やったんですが、もうね、本当にね、ダイソーがね、ダントツだと思います。だって電池交換してないですからね。これね、コスパで考えたらすごいと思いますよ。100円で買えて、電池も100円で買えるんで、それで考えたらね、このコスパはほんまにすごいと思いますね。ちょっと1万円とかするランタンって買ったことがないんですが、1万円のね、ランタンとか買う前に、この100均のランタン買った方が多分、初心者としては長く楽しめるし、なおかつ明るいライトの中で過ごせるっていうような感じがしますね。